トーナメントは本当何が起こるかわからないので、もう必死にもう神湯にもう初戦で負けるわけにはいかないので、もう容赦なく攻め立てていったと思うんですけど、でも決めたと思うタイミングでもすごい勝ち上がってじゃない、起き上がって立ち上がってきたので、すごく驚きとともにすごいワクワクしちゃいました。うん、でなんとか勝てた大事な一勝なので、うん、このまま積み上げて勝ち進んでいったら、もっと強い強敵たちと当たることができるので、すごい楽しみなんですけど、もうなんかもう感覚がすごいバグってきてて、もう本当に相手が驚しいほどなんかすごい燃えてきちゃうタイプなので、もうそれがものすごい楽しみでいます。はい、そして今年こそ優勝カップ掲げるぞ。坂崎さんに聞いたんですが、はい、優勝できなかった去年までと、はい、今年でこれは今年の私が違う、うんっていうところがあるとすれば何でしょう。そうですね、大きいのはやっぱりもういろいろこの1年にもあったと思うんですけど、近々で言ったら大田区のメインを経験したのがものすごく大きくて、本当に感覚がおかしくなっちゃって、もう怖いものがないというか、うん、もう本当に変な相手になればなるほど楽しめるなって思っちゃう自分がいますね。怖いものがないです。うん、負けた誰かのことを勝手に触ったりしないっていうのは、はい、それはなんかどういう、そうですね、なんか何でしょう、もし戦う相手が、ね、タッグパートナーとか であればもしその子に勝ち上がったらその子の分までとかは分かるんですけど、でもなんか私だったら負けたとしたらなんか勝手に気持ち背負われるの嫌だなって思って、だからそう言いました。はい、いやーやばい、普通に辰巳梨花ちゃんに負けちゃいました。なんかやっぱ辰巳梨花さん、梨花さんって呼んでんだけど、それも梨花さんはなんかやっぱ強い、なんかレベルが、最近もタイトルマッチやっててめちゃ強いって思ってたし、今日なんか近くで顔面をまじまじ見たら、なんか化粧レベルも上がってて、顔面の可愛さもレベルアップして、ですごいなんか前思ってたふんわりして可愛らしいリカさんじゃなくて、めちゃめちゃ強い白い鬼って感じでした。でなんかやっぱトーナメントはいつも1回戦で負けちゃうこととかが多いんだけど、なんか考えてみたの、昔の勇気を。そしたら昔はあのリカさんがさ、高いとこからケツを落っことしてくる技がめちゃ怖くて、尻から逃げがちの自分がいたんだけど、でも今日はやっぱなんかあの尻を受けた上で頑張りたいなって思って、尻から逃げてた自分が尻に立ち向かう人になってて、そこは良かったなって思うけど、でもね、みんなトーナメント気合い入れて頑張ってた中でね、負けちゃったんでね、なんかそうだね、海行って気合い入れて来年の夏に備えようと思います。 Love and Peace、 バイバイ。はい、昨日ゆきちゃんと5対5で試合して、なんかゆきちゃんって試合するときめちゃくちゃ冷静なんですよ。多分すごい冷静に考えながら試合してるなっていうのを昨日感じたし、やっぱり自分の方がこう気持ちがこうやってこう焦ってるっていうのをすごく感じてたので、今日のこのトーナメント1回戦に向けての課題がすごく見えてたから、今日はもう冷静な心を持って1回戦必ず勝ち上がろうって思ってたので、勝てて嬉しい、素直に本当に、去年は1回戦敗退しているので、素直に本当に嬉しいし、ではもし次、はい、山下さんが勝ってきたら、まあ、去年と同じ組み合わせなんですけど、はいはい、なんか、まあ、壁は高いし、実際こう試合したってなったら多分みんなが山下が上がってくるだろうって普通に思うと思うんで、なんかチャレンジマッチにみたいに見えたくないし、なんだろう、こう何度かね、こう先輩とかとこうやって試合をして、高い壁は登って越えるだけじゃなくて、私の戦い方としては叩き割って崩す方法もあるし、すり抜けてこう壁をの向こう側に行くっていう方法もあると思ってるので、
対策して山下さんが勝ち上がってきたら、まあ、誰が勝ってきても勝ち上がって着実に上にトーナメントの矢印を伸ばしていこうと思います。このトーナメントで夏のプリンセスカップで勝ち進んで優勝して結果を残すっていうことはベルトに挑戦する一番の近道というか、ベルトに挑戦するための機会を自分で作ることができるタイミングだと思うので、私はもう一度ベルトに中島さんに挑戦したかったので、ここで初戦で負けてしまったことは本当に情けないんですけど、負けてしまったものは覆せないので、また自分で機会を作って挑戦していきたいと思います。なおちの、執念というか勝利への意地がすごかったので、そういうとこで次は絶対に負けたくないなと思います。応援してくれた皆さんありがとうございました。よっしゃー、食べたぞ、はい、鳥ちゃんはい、鳥2回戦出場やったれたです。はい、質問ありますか。まだ優勝経験がないトーナメントですが、はい、今年はなんか自分で違うなっていうことは何かありますか。去年もそうですね、まあ、その結構タッグを取られたこと、すごい内心ショックで忘れようとしてたんですけど、でもその忘れるにはちょうどいいトーナメントっていうのがあるので、鬱憤をここで晴らしたいと思いますので、普段はなんか気持ちは楽だし、単純に何でしょう、もう全部食うぞっていう気持ちなので、はい、今までよりも例年よりもちょっと坂崎強めで、はい、います。負けちゃったんですけど、でも今回正直勝てるかって言ったら厳しいカードではあったので、勝ち負けよりもちょっとでもゆかさんに本気出してもらえるような技を出してもらえるようにって思って負けない気持ちで頑張ったので、自分としては今日の試合はよくできた方かなって思うんですけど、でもまだまだやっぱり耐えれるほどのフィジカルはできてないので、もっと鍛えて、で来年もっと上に行けるように頑張りたいと思います。はい、1回戦アリスということで、もう本当にアリスはすごいメキメキ成長してるし、すごいなんか一つ一つに力強くて丁寧さもあって、本当に熱い戦いをするので、やっぱり油断は全くしてなくて、今日もものすごいキャメルで絞られて結構しんどかったんですけど、でもまあ自分としても今年の夏は絶対に結果を残したいっていう風に思っていたので、今日は勝てたのでまた頑張りたいと思います。次は中島選手か水木選手。はい、はい、そうですね、はい、そうですね、なんかどっちが来てもちょっと強すぎてっては思ってるんですけど、でも自分がすごい思ってるのは、なんか私たちの世代が先輩たちを超えていける夏にしないとなっていうふうに思ってて、そういう意味では今回のアリスとか昨日負けてしまったモカとかも、なんか一緒にもっと上の方で出会いたかったなっていうふうには思っていて、でもまあ今年今回1回戦勝ったからには、今年先輩超えを先輩を超えて結果を残していけたらなっていうふうに思います。去年の自分を超えることはできなかったけど、
精一杯自分の持ってる今持ってるものを出せたので悔いはないです。また来年会ったら勝ち進めるように頑張ります。